海と日本プロジェクト in 宮城。愛する宮城の海を守るため、石巻海さくらは月に一度海と浜の清掃活動を行っています。活動の拠点であるゲストハウスを石巻で運営する潜水士の宮城亮大さんはこのプロジェクトの代表理事も務めています。石巻海さくらは2012年にスタートした活動なんですけど、ゴミ拾いをまあレジャーにしようっていうテーマに掲げてますので、とにかく楽しい活動を、楽しくゴミ拾いをっていうのを心がけてます。波の音を聞きながらゴミ拾い、その楽しさにリピートして参加する人も多いそうです。東日本大震災の直後は海中の清掃を中心に活動していました。しかし今では少しずつこううまくボランティア活動というところからこう市民活動というところにシフトできているのかなと思ってまして、ただやっぱり海のゴミの問題っていうのはずっと続くことですし、継続してやっていかなくちゃいけないので、だからこそこう楽しく無理なく参加できるようにこの活動がどんどん広がっていけばいいかなと思います。地元の潜水士や漁師をはじめ家族で参加する人や学生、そして海外から駆けつける人も、石巻海さくらの活動の輪は幅広い世代へと広がっています。拾う活動をする人っていうのは捨てることはしないと思うので、環境を気にかける人が増えてくれるっていうことは、まあ、ゴミを捨てる人が減る活動にもつながるし、このゴミ拾い楽しいっていうところきっかけでそういう意識を持ってくれる人が増えていけばいいなと思ってます。海と日本。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。